はい、3回目っていうか、3度目というか、でですね。音が大きいな、ちょっと変えますね。こうかな。まあ、音が大きい理由は、ちょっと別のゲームをやって、だからですね。ゲームによってちょっとね、音量を変更しないとダメなので。で、話は長くなりますが、ただいま午前の2時台ですね。朝早いです。朝なのか？ 朝なのかな？まあ、僕は老人なので、早起きなんですよ。これは何度も言ってますが。で、今回はですね、さすがに2回連続でバッドエンドなんで、攻略サイトを見つけたので、信用できるかわからないですけど、これを見つつやっていきたいと思います。で、この辺はいいかな。スルーで、スルーっていうか、何度もやってますしね、はい。あれ、今の午前か。午前はどこでもいいんだったかな。とりあえず、でも、今回はね、この子、セリカちゃんを、やっていきたいと思います。で、途中一回休憩っていうか、挟むかもしれないですけど、一気にやっていきます。その理由としましては、すぐ、忘れちゃうからですね。まあ、歳なんで、物忘れがひどいんですよ。はい。まあ、今更ながらですけど、この歳なんでっていうことを、不快に思われる方はいらっしゃるかもしれませんが、歳なのは事実なので、芝生に囲まれた敷地に足を踏み入れる。ここは、校舎の真ん中にある中庭だ。あれ、あそこにいるのは、誰かと思ったら、セレカちゃん今までね、動画、じゃないや、他の方、あまり出てきてないんですよね。ちょっと意外そうな様子でつぶやいた。で、何？用事でもあったの。ちょっと全部は読みません。これは、なんか、なんか用でもあるわけ。そっちこそ何してるの？なんとなく。これ、あれ？なんかないな。そっちこそ何してるのでいいのかな。特に書いてないんですよね、攻略サイトに。あ、何言っちゃってんの。今は私があんたに質問です。なんかあんたってほんとそういうとこ鈍いわよね。そんな話をしながら、ちょっと足を動かした親にセリカちゃんが言った。あ、それ以上右に行っちゃダメ。何？いいからそれ以上右に行くなって言ってるでしょ。はい、足元を見ると綺麗に舗装された敷石の間から小さな花を出していた。ああ、そういうことですか。何じろじろ見てるの？私の顔になんかついてる。あ、これも、攻略サイトに何かないな。どれでもいいのかな？あれ、質問忘れたな。優しいなんでいいか。穴を潰さないように、心配り、優しいんだね。あ、何それ。私別に花がどうとか一回も言ってないじゃん。ほんと意味わかんねえやつ。セリカちゃんはむすっとした顔をして、ふいっと横を向いた。けど、
あれよね、ぼーっとしているようでいろいろなもの見てるのね、なんだかちょっと意外かも。さあ、まあいいわ、さっさと行きましょう。どこに行くの？ああ、もうわかんないですね。教室。今日は期末テストの返却日だし、ちょっとくらい席早くついてても街は当たんない。あんまり長いことここにいて、あんたのこのお話じゃないよ。話すに潰されちゃたまったもんじゃない。そう言うと、俺の服を乱暴に引っかかりながら中庭を出ていくのだった。やっぱりさっきは花をかばっていたんだな。あ、そうなんだ。そういう優しい一面があるんだな。はい、チャイムが鳴った。ああ、これはいいですね。セリカちゃんが選ばれるんだっけな。やれやれ。これも、前やりましたね。この期末は特に範囲広かったし、苦労した。これも前ありましたね。2学期制についてちょっと調べたいけど、多分学校によると思うんですけども、どうなんだろう。夏休みとかあるんですか、2学期制って。なんだっけ。ああ、そうですね。部活ね。部活、大学発表会ね。これなんか、去年もこの時期は忙しかったんだよね。去年どうだったんだろう。みんなこの後移動教室だし、そろそろ行きましょうか。ちょっと待って。午前中は何でもいいのかな。セリカちゃん。攻略サイトがちょっとよくわからないんで、これ合ってんのかな？これでダメだったらもうどうしよう。このゲーム全部バッドエンドになっちゃいますね。僕の方に目立った目打ちに知っている人の影が、なんかジロジロ見てるやつがいると思ったら、あんたか。こちらを見返しながら、パンの包装を開けているのは、せいかちゃんだ。私これから昼食なんだけど、なんか用でもあるわけ。あ、これは、攻略サイトにあるな。食堂で売っているサンドイッチを膝に置き、ちょっと機嫌そうに言った。サンドイッチか。サンドイッチは中身が何かによって、僕は好みが分かれる。ここは、あるよが正解らしいです。何？あ、間違えた。これ何でもいいのかな？部活体育発表会のことでいいかな？特に何も書いてないんですよね。そういえば今朝、そうだっけ？そうですね。毎年あることだし、私はあんまり興味ないな。毎年あることって言っても、2年生だよね。2回目じゃないかな。まあ、何やるかにもよるけどね。発表会はあんたも去年入部してすぐ経験したでしょ、確か。とりあえず選択肢出てきたら、まず、攻略は見ずに、これだと思うのを考えてからちょっと選ぼう。違ってたらそっちの方に修正。どうせ、部だからってお願いされて仲良かった先輩に。で、先輩が先に失業してしまって、男の部員は俺一人だけになっちまったんだよな。ということは、1年生の頃に3年生の頃の先輩に、関与されたってことか。
あんたさ、まさかとは思うけど、私のこと一人で寂しそうとか思ってるんじゃないでしょうね。落ちそうなら超余計なお世話だし。セリカちゃんはそう言いながら心を探るようにじっとこちらを見つめてくる。この子は何かいろいろ、なんか、プライベートで何かありそう。まあ、でもあれだわよ。ガールがお昼ご飯一緒、ん?お昼ご飯一緒に食べる人いなくて寂しいって言うんだったら今日は特別に付き合ってあげてもいいけど。これはそれじゃ頼むようにしますが、攻略サイト見るとこれが正解だそうです。ほんと、それじゃお願いしてもいいかな。うん、ですね。はい。今の本気にしたんだ。今のはあんたをからかっただけだったのよ。うん。でもまあ、そんなに言うのは仕方ないわね。うん。若干照れてますね。セリカちゃんはそう言うと、ちょっと自分の座っていた場所を、ちょっとずれて席を開けてくれた。ちょっとが2回出てきてるな。座ればサンドイッチもほんの少しなら開けてあげる。何サンドイッチかな。僕はハムとか食べないようにしてるんで、ハムとか入ってるサンドイッチはあまり食べたくないんだ。食べたくないって言ったら失礼だけど、うん。セリカちゃんと2人で昼食を食べることができたんだった。ハムとかね、ベーコンとかね、ああいうあた、まあ、ハムはともかく、ベーコンとかはね、僕が調べた限り、この世で一番体に悪い食べ物らしいです。うん、正しいかどうかわからないですけど。はい。午後。まあ、とりあえず、セリカちゃんのいるところ、屋上か。とね、いろいろ全部読んでると喉とかが痛いし疲れるし、今寝起きなので滑舌も悪いので、はい。フェンスに寄りかかって空を見上げている女の子の姿があった。うん、まあ、屋上に入れるのがなんかすごいんだけど、これはゲームとかあるあるですね。あんたか、何こんなところで油売ってて、今日は部活には行かないわけ。これ、あれ、昼休みじゃなかったっけ、あれ、夕方だっけ、もう記憶にない。まあ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 、年なんでね。うん、忘れやすいんですよ。昼休みか午後かどっちかだな。どれでもいいな。今から行くんだでいいか。そうなんだ。私も今から行くところ。たまには倉庫で格闘ゲームでもしようかなと思って、なんかゲームやってるっては、なんか見たっていうか聞いてますけど、うん、格闘ゲームなのか、格闘ゲームはね、僕はね、得意ではないですね。うん、コマンド入力ができないからです。うん、そうだ、なんだったらあんたも一緒にやる。入力できないと言っても、毎回ではなくて、でも、結構な確率です。失敗しますね。うん、つっても対戦相手が欲しいだけなんだけど、そうですね。うん。っていうか、持ってなくてもできるのかな。まあ、ここはやるやるでいいんじゃないかな。ここに何も書いてないから何でもいいと思うんですよね。あっそ。それじゃあ一緒に行こうか。ちょっとぶっきらぼうだな。そう言うと、ふいと、なんだこれ。何を返しだ?つま先じゃないな。きびすってなんだ。まあ、何かを返し、屋上の出口歩いていった。倉庫に入ると、フィギュアがあるの?ああ、そっか。フィギュアを、なんかポーズの、モデルとかにしたりするのありますからね。DVD やコスプレ姿が俺たちはあと、その中には、モニターと据え置きのゲーム機もあり、モニターと据え置きのゲーム機、どういうこと?据え置きのゲーム機はわかるけど、確かに部員たちの好評を隠していた。
さてと、それじゃあ、そろそろやろう。あ、そろそろはないな。やろっか。慣れた余生コンセントを差し込み、コントローラーをこちらに渡してくれる格闘ゲーム用のコントローラーだ。格闘ゲーム用のコントローラー。反応がいいやつかな。格ゲーかは久々だからどのタイトルやろうか迷うな。これにしよう。たくさんあるゲームの中からセリカちゃんが選び出したのは、王道ものの有名なゲームだった。あんたのために操作性とかに癖の少ないやつを選んであげたんだから感謝しなさいよね。本当に一般的なツンデレキャラだな。あと言っておくけど、私の実力、うちの部随一ゲームオタクのイクミ先輩と対等に張り合えるくらいだから覚悟してね。セリカちゃんはそう言うと不敵な笑みを浮かべてボタンの火加減をチェックしている。これは、どれでも良さそうだな。そんなに強いんだ。そんなに、ゲーム強いんだ。まあね。県のゲーム大会。県単位でゲーム大会が行われてるのか。そもそも、県なんですね。どこだろうね。実在する県かどうかわかんないけど。ここ最近は薬味先輩と私が万年1位2位だから、ゆりかちゃんは、さらっと答えた。それよりさっさとやるわよ。画面にファイトという文字が表示される。ゲームスタートだ。頑張るぞ。それから30分、俺は真剣にコントローラー操作し続けた。結果は、もちろん、セリカちゃんのだ。セリカちゃんのだ。セリカちゃんだでいいんじゃないの。ああ、面白かった。何よ、まさか、あんたしょぼくれてるんじゃないでしょうかね。わかんない。最初から私には勝てないわよって言ってんじゃん。でも、あんたって、そうやってすぐ噛んでるところ、ちょっと笑えるよね。バカにしてるような感じかな。セリカちゃんはそう言うと、少しからかうような調子で微笑んだ。それに熱いわね。たま、久々マジゲームしちゃったからかな。セリカちゃんが言うように、締め切った9月の個室にはムレッとした暑さが広がっていた。9月の頭なんて夏みたいなもんですからね。ああ、もう耐えられない。脱いじゃおうかな。ここは、何も言わないってやりたいんだけど、正解はやめときなよらしいので、これにします。これわからないよ。やめときなよ。へ、なんで？なんでって、一応俺男だしさ。わかった。もしかしてあんたって紳士？なんて冗談だけどね。ですね、上がりました。と、背後の入り口がガラリと開く音がして、振り向くと、イクミ先輩が立っていた。まあ別に、僕は、どこまで脱ぐかによりますけど、別に脱いだって気にもしないけどね。お前らこんなところで何やってるんだ。まあ気にもしないよ。まあ普通の若い男子だったら気にするんだろうけど、僕はまあ、もう老人なんで、そのあたりは、なんていうのかな。若い頃もそんなにあまり興味なかったかな。ああ、セリカ、お前また格ゲーやってたんだな。梅先輩は俺たちの足元に置いてあるパッケージを眺めて納得したようにうなずく。それよりセリカ、去年の部活対抗発表会で使った青い書類。青い書類？え、あれから全く見てないよ。そっか。なあ、セリカ、お前の書類、あの書類のことを覚えてるのって在校生でお前だけなんだよな。覚えてないって言ってなかったっけ？そこまで言えば私のいいお前だ。もはや私が何を言うか分かっているだろう。去年のことを調べたいんですよね。だよ、そう来ると思ったけど。もうどうせ一緒に探してほしいって言いたいんでしょ？まあそういうな。こうして部員同士親睦を深めるのも、いわゆる一つの青春ではないか。青春かどうかはちょっとわかんないけど。そうかな？本当にそうなのかな？
とりあえずまずは一緒に物質を探してみてほしいんだ。一緒に来てくれ。そう言うと、苦い顔の、あっという間に物質へ行ってしまった。とりあえず、もうゲームは終了したし、今のところは、今日か、帰るとしようかな。セーブはいいです。まだ早い。早いと言いながら、結構経ってるな。今日から週末も、はい。これはいいですね。それはそうと、昨日のセリカちゃんとのゲーム対決は不甲斐ない結果だったな。いや、それは県内で1位、2位を争うんだったら、まあそんなもんじゃないですか。いきなり服を脱いだ、脱ごうとしたのには少し驚いたけど、あの時俺が何も言わなければどうなっていたのかな。また変なことを考えてしまった。そういうことを考えるような人間は、ダメだと思いますよ。そういえば、育美先輩が書類とかいろいろ調べてるしみたいだけど、そろそろ何やるか決まるかな。最近結構毒舌とか自分でも言ってるなと思うんですけど、まあどうせゲーム、ここだな。そうか。どうする。どうせ誰も見てないと思うので、まあ、よほどのことがない限り。倉庫ね。はい。ここは、ドッタンバッタン音がするな。まあ、ドッタンバッタンね、ドンガラがしちゃうんじゃないのか。まあ、ドッタンバッタンか。もう違うか、若干。もう、ないじゃないのよ。資料箱をひっくり返しながら独り言を言っている。どうやら探し物をしている。どうする？声かけてみる。おはようでいいんじゃないか。これはどれでも良さそう。おはよう。あ、何？こっちは挨拶どころじゃないっていうのに。あ、それは失礼しました。悠長な顔して挨拶してんじゃないわよ、全く。そう言いながら苛立ちそうにこちらにあんだ。この子は扱いが難しそうだな。もう今の選択肢はまあどれでもいいみたいなので、だいぶイライラしてるみたいだ。去年の部活発表会で下劇の打ち合わせ資料を探してくれ。今朝ここに来てからずっと探してるんだけど、全然見当たらない。去年やった魔女攻撃の資料のことなんだろうな。あ、これは初めての情報じゃないかな。あ、でも僕頭が悪いんで、もしかしたら前に出てたかもしれない。ここにあるのか知らない。それで、あんたは何か用事があってここに来たの？もし用がないなら出てってくれるか手伝ってくれるかどっちかにしてくんない。究極の二択っていうか、なんていうのかな。はっきりしてますね。悪いけど、あんたし忙しいのよね。ここは手伝うようだな。これで良ければ手伝うよ。手伝ってくれるの。悪いわね。それじゃあ箱の中見てないから探してみてくれる？青い書類で魔女子学院薬草作りの缶。わかった。好感度上がるはずなんだけどな、これで。やれやれ、あんたのおかげで探し書類やっと見つかったよ。ありがとうね。これで上がるのかな？あ、上がった上がった。攻略サイトは合ってるっぽいかな。そういえば、育美先輩が朝のホームル前にちょっとみんな、部室に集まってほしいって言ってた。多分、今行ったらちょうどいいかも。はい。なんだろう。行きましょう。これはあれか。選ぶやつか。何をやるか。さて、はい。部活対抗会についてちょっと話がある。説明会では、今期一番活躍者とされる運動部と文化部それぞれに一部ずつが優勝する。優勝した分には商品と備品が手に入る。景品。食堂3ヶ月無料券。これ思ったんですけど、食堂利用してない人に関してはいらないですよね。
学生じゃなければね、この、無料券を誰かに売るっていうのもありだと思うんですけど、学生、まあ社会人とかもそうか、金銭とかのやり取りはね、禁じられてるんじゃないかと、なかったかな。まあ、金銭じゃなければいいのかな。例えば、あげるんで、なんかおごってくださいとかね、そういうのだったら OK だと思うんですけど、はい。券を聞いた途端、かなり欲しい。まあ、顧問の先生が出てこないのは、出てくると、まあ、いろいろと、容量食うか、食うからじゃないかな。各自、おのおの感じることあると思うが、この発表会、優勝に当て、検討したい。検討したい。そこでまず第一準備として何を発表するかだ。これはいいか。はい。発表は、20分に、時間内にできるものは何でもいいぞ。ここで20分の時間内にできるものとかって前あれだったかな？なんか記憶にないな。はい。ここは何選んでもいいので、はい。お試しに1番選んでみようかな。確かね、526だったと思うんですよ。何でも変わらない。はい。どれにしよう。とりあえず、これ選んだことないので、これ選んでみよう。これでも多分5626になるんじゃないかな。女版新選組ってどんな感じなんだろう。新選組については知識がないからな。誰が新選組だったかとか全然覚え、記憶にない。近藤さんとかそういうのがそうでしたっけ。そういうのがそうでしたっけ。なんだ。書いたらさっさと入れなさい。はい。投票用紙の開始は終わった。はい。あ、そうですね。変わらないですね。まあ、ここは、どれでもいいと思います。再結合苦労。そういうわけで今回メイドアニメをやることに決まった。これは公正な多数決の結果だ。異論はないな。さて、それじゃあ役割の方なんだが、あ、チャイムが鳴る。おう、もうこんな時間か。それじゃあ、明日あたり、明日あたりっていうか、まあ、時間もないしね、今日の決めた方がいいとは思うんですけどね。午後の、はい。メイドアニメか、これからどうなるんだろう。で、昼休みの休憩ですね。とりあえずここ、食堂はメイドらしいんじゃないかな。はい。今日のランチは何だろう。カウンターにあるメニューをチェックしていると、ちょうど会期を終わらせたセリカちゃんにバッタイと出会った。あんたも今からお昼なんだ。別にどうでもいいけど。別にどうでもいいけどって口癖っぽいね。そう言いながら今買った新しいアイスの包装紙を破る。はぁ、まだ暑いからアイスが美味しい。僕もアイス大好きなんですよね。節約、これどれでもいいっぽいので、まあ、節約してるのでいいかな。てるかちゃん、お昼ご飯がアイスだけだなんて、お金節約してるとか。まあ、僕もお昼ご飯の食べないとは言いましたけど、飲み物は飲むんで、同じようなものかな。あ、別にそんなんじゃないわよ。暑い時は食欲出ないから、よくアイスで済ませてる。暑い時は食欲出ない。僕は年がら年中食欲ないですね。もしかしたら、なんか、何かしらの病気かもしれないですけど。小さな席でペロッとアイスを舐めた。アイスキャンディーかな？てかちゃん、キャシャだし、食べる量も少ないんだな。やっぱ小さくはないですけど、ものすごく遅いんで、なんか、よく、心配されますね。
なんか生きてるのがすごいみたいな、そんな感じで言われる。そういえば、ここに来る前、中庭で10人に会った。何か発表でやることになったアニメの制作を担当してくれないかって頼まれた。とか、なんとか言ってたっけ？そうなんだ。発表会のことは、私はまだ何も聞いてないけど、いろいろと決まったら、自然に伝言とか伝わってくるかもね。時間ないですけどね。あ、アイス当たりじゃ、あ、当たり付きアイスか。っていうことは、安いアイスかな？なんか、60円ぐらいとかの。ね、そう言うと、今食べていたアイスのを見てちょっと驚いた顔をした。アイスの先の棒には赤い文字で大きく当たりと書いてある。今更思ったんですけど、アイスに当たりってあると、交換してくれるじゃないですか。お店で。お店にとってはさ、あれですよね。あれって。要は、0円で、アイテムを渡すことになるから、損失がすごいですよね。すごいっていうか、まあ、罪も重ねればなんとやら。嬉しいけど、もう食べられないし、捨てちゃおうかな。でも、もったいないかな。これはどう、例でもいいんだったかな。捨てるな、くれるは、ずうずうしいな。次の分に回せばできないかな。まあ、どれでもいいっぽいんですけど、せっかく当たりが出たのに捨てちゃうなんて、次買う時の分に回せばいいじゃない？私そういうのって忘れちゃうタイプなんだよね。ああ。いいや、これ。よかったらあんたにあげるよ。いらなかったら捨てて。アイスでお腹がいっぱいになるって、そうそうないと思うんですけど、よほどの量がない限り。それで私、そうそう行くから。ちなみにアイスはすぐ交換してもらった方がいいよ。うちの食堂、秋になるとアイス売らなくなるの早いから。あ、そうなんだ。それじゃあ、早速ですか。アイス交換してもらいに行こうかな。で、水曜日の午後ですね。ちょっと、早めに。あ、でも結構時間経ってるな。屋上だな。あれ、あ、屋上。あ、あれ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 。どうする？屋上へ行くと、長い髪に、を、壁、か、壁ってなんだ。風になびかせて、凛と立っている女の子が一人。ろくにね、読めもしないのは本当になんとかなるのかな。人間ね、成長するって言うけど、僕は本当に成長しないな。これもね、遺伝のせいだな、きっと。僕の母親もね、全く成長せずに大人になって年を取ってっていう感じなんで。ちょうどよかった。あんたのことさっきまでちょっと探してたのよね。これね、すごく悩むんですけど、ちょっと攻略サイト見ると、俺はもう探してたんだが正解らしいです。どうしてって結構選びがちやな。難しいな、これ本当に。俺も探してたんだ。そうなの？それじゃちょうどよかったけど、今日っていうのはね、育美先輩から、会ったら伝えておいてって言われたことがあったの。さっき、一部だけ決まったから、そのことなんだけど、そうなんだ。まずアニメなんだけど、ジュリが中心になってたんと、で、脚本のワンシーンは少し抜粋して、劇で演じる部分を入れるんだって。二部構成。そっちの主役のメイドはミュウに決まったみたいだったわね。ミュウちゃんは最後に攻略しましょう。イクメ先輩はアニメを動画に編集してスクリーンに映し出す作業。私はなぜか流れでアニメの声優をやれっていうことになったよね、メイド役の。声がいいのかな。そこまで言うと言葉を止めてと言い淀んだ。これは、どっちでもいいらしいけど、まあ、嫌なのにしよう。もしかしやりたくないとか、
なんか驚いた顔してるな。そうじゃないわよ。そうじゃないけど、なんていうか恥ずかしくて、ああ、そういうことですか。私、人前で話すのってすごく緊張しちゃうし。それに、それだけなら私も、先輩な、まだなんか変なこと言ってたし。うん。てりかちゃんはそう言うと、ちょっと憂鬱そうにため息を吐いた。緊張するだけだったらいいと思いますけど、僕なんかの喋ると不快だって言われるからな。ため息を吐いた。変なこと？あ、今のは何でもないから教えて。うん、どうせもう断った話だし。とにかく今のところ発表会の件で決まったこと言ったらこのくらいだったよ、確か。まあ、これは俺は何をすればって選びたいんですけど、あ、の変なことってなんだろうって選ぶと好感度下がるみたいだな。俺は何をすればいいや。俺は何をすればいいのかな。好感度下がるのあるのか。あんたはね、そうそう、今はどの学科にも、人手不足だからどこに参加してもいいってさ、うん。はいはい。これは基本的に変わらないな。うん。まあ、そんな感じの発表会のことも徐々に決まってきたわけだし、私もここで少し心の準備をしてた。そうだったんだ。だってメイドよメイド。なんか私の柄ってじゃないって感じじゃん。そんなことはないと思うけど、みんなもなんで私なんかにそんなやってほしいのかと思ったのか、その気持ちが全然わかんないわよ。ゆりかちゃんは腑に落ちないというふうにうすっとしながらつぶやいた。面白いと思うけどって選びたいんですけど、これすごくいいじゃんが、いいそう、いいらし、正解らしいです。なんで、せいかちゃんのメインがすごくいいじゃん。そうかな？うん、あんたはそう思うんだ。まあ、そう言ってくれる人がいるならちょっとやってみようかな。せいかちゃんはそう言いながらシャンプーの香りがする黒髪をかき上げた。女の子のシャンプーの香りって なんであんなにいい匂いするんですかね？家帰ってやることあるし、そうするけど。あんたも発表までは、せいぜいみんなが足引っ張らないように気をつけなさいね。さっきは相談になってくれたらありがとう。じゃあ、うん、上がった。ゆりかちゃんはそう言うと強い風にスカートをはためかせながら出口へと姿を消した。スカートをはためかせるってどういうことだろうか、わかんないや。発表会のこといろいろ決まってみたいだな。自分が何をしたいのか、あー、これは同じですね。ここでセーブ画面が入りますと。時間も時間だし、セーブしようかな。このゲームはそんなに長くないので、できたら、2部構成にしたいな。